どうもテイラー・クルーです、今日3本目のまあ動画にしたのは3本目ですね、ゲーム実況やっていきたいと思います。セミプロツアー5対戦ということで早速やっていきましょう。あと2時間33分なるほど、頑張りましょう。頑張っていきましょう。はい、最初の対戦相手の方どなたでしょうか。石田ロックさん、ロックレディ。結構あれですね、シックな。多分男性プレイヤーかなーと思いますか。でも女性の可能性もあるかな。この辺かな。じゃあぶっ放していきましょう。これもうチャンス使っちゃおう。さあ相手の持ち物を見よう。霊砲とチャンスショット持ってるかな。ナイスショット。次はチャンスショットですかね。こだわるか。あ、霊砲2発か。なるほど。625か。もう自分チャンスショット持ってないからな。あ、やばい。これは入るぞ。うわこれつけないとダメってやつか。ですね、まあちょっと勝負出ますか。これがいいんだっけ。武士道ですね。さっきのショットでやばい、30秒になっちゃう。ちょっと上ぐらいでいいんですよ。ちょっと上ぐらいで。これぐらいですね。で、あとは決めると。どうかな。どうかな。頼む。第一円に入ってくれ。オッケー。やばい、最初に取れたか出しすぎた。これはだからもうこの試合でこれで終わりですよ。いやアルバトロス来たーは一発目か。なるほど、アルバトロスです。いや連発できたらいいですけどね。残り4試合か。多分さっきの試合以上の取れ高はないと思います。はい、次の対戦相手の方どうぞ。まあ、フチキンはですね、グリーンのフチでキンってやって入れるっていうショットですね。フチキンショットですね。フチキンは円に第3円
第3円ぐらいに入った相手のボールぐらいだったらまだやっても意味があると思うので、まあそうでなければフチキンはやる必要もないかなと。ということで、はい、まずは誰よりも遠くに飛ばす、うん、これ大事ね。ほいっと、対戦相手より遠くに飛ばすこと。これによって、相手が先に打たざるを得なくなると。いいですね。その状況を作ることが重要だと思った。始めます。ホーミングショット持ってるな。ホーミングショット持ってても、他にね、他に持ち物がないですね。うん、なのでこの次のショットで出方をまあ自分の方である程度決められると。いいですね。どうぞ。さあどのあたりで打つか。おっと、これは。はあ、なるほど、対決。いやー、ホーミングショットか。え、どうすんの？あと24秒か。ホーミングショット対決かと思いきや。そこか。なるほど。めっちゃ危ないな、これ。ナイスショットです。これどうなんの？やっぱそうなるよね。やまったか。こうなってくると、まあチャンショでも打ちますか。チャンショの。この辺り、この辺りでも結構危ないと思うけどな。まあこの辺にしとくか。はいっと、いや違うな。いいとこ行くと思うけどな。ここに決まればどうでしょう。ほいっ、ナイスショット。どうなるでしょうか。4.6m。これで相手が決めることができれば結構危ないかな。どうでしょうか。相手としてはまだ首の皮1枚つながった状態、自分が次のショットを入れるとも限らないので、今のはもうちょっと攻めてもよかったのかな。やっぱ 11m っていう風がありますから。お、止まった。この止まったことによって、まあ、勝ちはほぼなくなったと。まあ、そうですね。この辺かな。で、まあ、自分は弱めに打てばいい。弱めに打っても、どこまで行く？止まってくれ、2.9メーター。うわぁ。マジか。弱めに打ったのに。この間ぐらいか。はい。2.93m 入るだろうね。うわー、入らなかった。うわ、負けた。負けてしまった。なんてことだ。うわー、最高の試合と最低の試合をわ、かわいい演じてしまった。なんてことだ。
いやー、ダメだ。悔しい。最高の試合と最低の試合。じゃあ次いきますか。第3戦ですね。誰にしようかな。うん、ちゃちゃと姉さん。姉さん、なんだろう、多分女性だと思いますよ。女性プレイヤーかなと。うん、パー5、さあ行きましょう。よしよし、じゃあまあぶっ放していくか。はいはい、と、じゃあもうちょっと、うん、ネタ持っといてもよかったかなとは思うけど。とりあえずフェアウェイキープですね、ここで。ふえうん、オッケー。いいですね。はい、フェアウェイキープ。さあ行きましょう。おお、相手としては自分よりも前に出すだろうな。もうちょっと攻めた方が良かったかな。さっきの試合はダメだな、やっぱり。これチャンスをしてないってことは、勝つ自分の番か。いいですね。じゃあちょっと正直にいきますか。よいしょ、よいしょ、これでいいんだよね。よいしょ。さっきどれぐらいで入ったんだっけ。こんな感じで打ったんだっけな。いいんじゃないか、今のところ。OK。まあ、いいか。じゃあ、打ちましょう。よし。OK。ナイスショット。うわ、2回連続はなかったか。1.2 メーター。これで、チャンスを出すかな？どうでしょう？チャンスあるかな？あるね。じゃあ、これは対決ですね。さあ、どうなる？こう1メーター以内に入ったらナイスを送りましょう。お、これは勝ったかな。いや、うん、多分勝ってない。あれ、なんで勝って、最初のショットかな。あれ、なんで勝ってないんだろう。これなんだ。あ、そうか、チャンスショットじゃなかったんだ、打ったの。そっか。なるほどね。あ、こういう巻き方もあるのか。やっぱチャンスショットは2発目に残しといた方が良かったかな。うん。それはあるよね。なかなかレベルが高いと思います。1勝2敗か。これはあれだね。延長もある。5戦して2勝3敗だった場合には延長して、勝ち越すまでやるっていう、まあそういう
まあ、あのやり方を、貫いてますんで、あのエコ的なね、あの動画をボツにしないためのまあなんていうか、うん、解決策みたいなもの、今一勝2敗ですよ。ここか。これね、ラフに入れたらもう終わりなんですよ。マジでラフ入れたら、ほぼ負けです。もうちょっとビビってんな、ビビってんだけど、もういっか、いいよね。やっぱ先打ちは結構危ないよね。よし、オッケー。チャンスショット打って無風の設定だから、だからまあここにボールの位置なんだろうな。ここに入れてるのチャンスショットあるな。チャンスショットが今の2つあるかっていうところだな。チャンスショットやっぱり2つもう1個欲しいのかな。いけるか、必要かな。一応相手より前に球が行ってるので相手の先打ちですね。ここでもう1回チャンスショットを打つ。やっぱそうなるか。さあ、これは頼むぞ。外か。2500。外か。とすると、まあこれは上げて、なんだけど場所がどうなってんだっけ。はい、場所、なるほど、風はあっちか。30秒。23秒。ここダメだな。17秒、15秒。ここか。よし、オッケー。これで外に、よし、オッケー。いい、止まって止まって、オッケーオッケーオッケー。うん、で用意すると、素早く素早く用意。これ多分入るよね、多分ね、多分かな。大丈夫かな。まあいっか。ダメ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 。入った、よし、 OK、 完璧。ここは入れたい。はい、決めましたが、これで果たして勝てるかどうかですね。うん、チャンスショー2個持ちに勝つっていうのはやっぱり難しいということかもしれない。今1勝2敗なんで、これに負けると1勝3敗。どうだろう、これは。そうだな、入れたら終わりだな。そうだな。いやー、これ入れるでしょう。頼むぞ。
これで1勝3敗か。あー、最初アルバトロス決めてその後3敗するかね。はい、負けました。うわー、取れ高あるんだかないんだか。いや、負け方もさっきのはいい負け方だったので、まあ悪くはないかな。次勝って2勝3敗と。うん、いや、相手が強くなってんだろうな。あとチャンスショットが2つっていうのはね、やっぱりあるよね、チャンスショット2つは。あと自分が先打ちなのがちょっと問題っていうのもある。ここはね、先打ち関係ないかな。そうなんだよな。チャンス3つあったか。チャンスもう1個欲しいか、やっぱ。いやー、金貯めるしかないのかな。ものすごいのか。あと5、あと5欲しいか。で、ボールに付与すればいいのか。いや、クラブに付与してもいいな。止まる、止まる、止まらない。なるほど。さあ、行きましょう。持ってくる。持ってくる。ポンポン。ポン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 。ポンでポンでポン、で打つ。同点決着かなと。はい、ナイスショット。ふえパン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 。うわー、やばい、やばやばい、乗っちゃったよ。ってことは相手がここで、そうですね、決められると負けですね。相手はもう狙ってると思うので、狙ってますよね。これで相手決めたらもうしょうがないな。これで1勝4敗っていう。いや、でも第一戦でアルバトロスしているので、まあ、もう、あ、チャンスショットだ。うわ、これそんな見せてくれる。じゃあチャンスショット決めたらナイス打ちますよ。これチャンスショット決めたら、よし、決めらんなかった。じゃあ勝ちだ。まあ自分もこのついさっき来たばっかりの新参なんでね、やっぱり、それ慣れてる人たちには勝てないということですね。とりあえず2勝3敗。5m、2.6m。負けた。負けた？負けてない？負けてない。大丈夫だった。あぶねえ。勝ちました。あぶねえ。あぶねえ。何外してんだろう。いや、とりあえず、2勝3敗。はい。いやー、よかったよかった。よしよし。それでは、第2クォーター。さっきのは実は第1クォーターでした、なので2勝3敗。ここ第2クォーターまた5戦やって、そうですね、4勝2敗すればどうなるんだっけ、勝ち越すんで、それで動画は終わりということになります。はい。
4勝2敗じゃないな、3勝2敗じゃねえな、4勝1敗か。うん、まあこうなってきたら5勝5敗でもまあいいかなっていう、まあそういうところもあるので、まあそれはあの5戦した後に考えたらいいかなと思います。ちょっとあれですね、ゲーム実況を撮るには早すぎたかもしれません。うん、そろそろいい頃合いかなと思ってやってみたんですが、ですけどことのほか対戦相手が強いと。対戦相手が強いのはすごいいいことですよね。一応自分も今回持ち物揃えてきてるので、そんないかようにもやります。まあこれだけ揃えてて、なんて弱音は吐けないですよね。一応ここで相手よりも遠くに飛ばして、遠くに飛ばせないかな、これは。どうやら相手の方が遠くに飛ばすみたいですね。遠くに飛ばしてきたか。どうだ。いいですね。どうしよっかな。おこのぐらいか。でも風が意外に来るんだよな。はい、かなり見たはず。これはかなり見たはず。 OK。 悪くない、いいはず、これはいいはず、いいショットのはず。うん、相手が何を打ってくるかですね。第一戦ですよこれ。第二クォーターのチャンショかな、やっぱりチャンショだな。自分もチャンショー打てばよかったかな。ここだな、やっぱり見てないかな。チャンショー打つべきだったが、うん。ナイスショット。どうだ。どうだ。一点。これで負けるのかな。負けるか。負けるけど、まだ分かんないか。回せば勝ちか。回せば勝ちと。うん。これが第一回戦か。やった！バーディー！そうですね。入れてきましたね。よし、バーディーチャンス。チャンスだったな。おお。これはチャンスショットできない。この可能性にかけるか。ダメか。いや負けた。マジか。悔しい。はい。第2クォーター第2回戦やっていきましょう。
残り4連勝しないと、まあ成り立たないこともないですけど、はい、次の対戦相手はちょっとどっちみち負けるみたいな感じになってきて、ザラヌスヌランザラカガリちゃんちゃんなんだ、スヌランスヌラン、なんでスヌランなのかはよくわからない。ネタ元はわかりますけど、シードファンは男性もいるし女性もいるんでどっちかわかんないですね。はいはい、もうチャンス取っても終わらせるか。それはでもね、これあれなんだよね、全然ダメなんだよな。武士道、無風じゃないよ、武士道だよ、武士道目線はここか、武士道ここか。じゃああとはチャンショでそこで打つと武士道はあそこに飛ぶのか。もう打っちゃうか。16.7 か、厳しいな。もうちょい全力でも勝ったか。チャンショか、これチャンショ決められたらもう無理だな完全に。フチキンで決めても勝てない。返せちゃった。あーでもそんなことはなかったか。で枠の外にも行ってないと。ただこれもしかしたら決めたら勝てるかもしれないな。はい、でもちょっと遠いんだよね、ちょっと遠いのでこれはちょっと参ったというところはある。ちょっと遠いんだよな。これ結局ここなんだよな。ここか。どう？もう打つしかない。で、このぐらいでいいはず。ダメか。今は2だ。相手はイーグルだから、だからあれだね。この次のショットを決められなくても大丈夫と。ん？いや、決められなかったら負けか。じゃあ、まあまあまあ、あれか。まだまだ、勝機はあるのか。今、1勝0。スヌランザラ、やべ、なんで覚えてんだろうなんで覚えてんだろう。おー、勝負に出たな。 4.5m だからこれ決めても負けか。
うん、たらリタイアですね。はい、一勝一敗。残り3勝やっていきましょう。いや、これはあれですね、相手が若干自滅してくれたおかげというか、まあそういったところもありますよね。相手のミスに助けられるみたいな。ハルさん、ディオさん、あー、女性かな、女性っぽいな、うん、女性プレイヤーですかね。まあ最初にやっぱり、うん、チャンスショットは打つべきではないのかなと思うな。ここですね。はい、ぶっ飛ばしていきましょう。ちょっと転がる方法あるかな、まあ、ここまで飛ばせばまあないでしょうね。相手もおチャンスある、チャンスあるけど、ではここでチャンスを使うんだろうな。うん、ここでチャンスを使うってことはもう一本チャンスを持ってる。チャンス使って次もチャンスか。次チャンス使わなかったら次チャンスショット打ちますか。ある、持ってる、持ってました。チャンスショットやっぱ2つはいるか。もう1個ないと戦えないかもしれない。うん、ナイスショット。あ、1メーター以内いっか。うわすげえ、うふう。ナイス。これはもう負けでしょう。決めるしかないか。まあ不可能はないからな。いやー、ちょっと待てよ。いや、チャンスあるぞ。チャンスあるな。チャンスがありよりなり、ないよりのない、ここか。まあまあ、やるだけやってみますか。ナイスショット。うん、よしよし、止まった。で、まあどうせ無理だろうけど、無理だろうけど、あ、やるだけやると。やるだけやって何が悪いと。はいはい、はい、来ました。トントン、いいよっと。いいんじゃ、負けだけど決めますか。負けだけど決めていきましょう。うわ、決められなかった、決められなかった。あ、じゃあこれあー、もう、はい、よし。これで1勝2敗ですね。まあまあ、どっちみちだったんですけどね。しょうがないな。あのショットを出されたらもう勝てないわ。アルバトロス寸前だったし。
アルバトロスというか、悔しい。そうですね、まあしょうがないと。じゃあ第3戦いきますか。いや今のが第3戦、第4戦いきましょう。誰にしようかな。今1勝2敗ですね。はい、うん、これはレッツゴー。これは今のは今のはスクショの価値あったな。まあ男性でしょう。名前見てませんでしたけど男性だと思います。ここはフルパワーでとりあえず相手よりも先に行くと、先手を取る。まあチャンス2つは大事かもしれないな。いいですね。始めます。ここで相手がチャンスを使わなくても自分は使うと。2つあるのか。2つあることが分かった。あ、じゃあ負け格か。いや結構なんていうか対等に戦えるようになったかなと思ったんですけど、やっぱり足りてないですね。1つチャンスショットがもう1本足りてないので、まあ戦えないかな。ただこれは相手が先に打つのでその分有利なところはあります、打ちどころによっては勝つ可能性もあると。特にずらしてもいない、特にずらしてもいない。全力、これどんぐらい行くんだろう。相当先まで行くような気がするな。はあ、そっか、なるほど。いや勉強になるな。風向きなんだ。 12m だからそこまで行かなかったと。じゃあもうこのぐらいで打てばいいんじゃない？ですよね。と思ったら、どこまでいるんだ？これがいるのか。壁にあるの30秒か、残り。ほいほい。やばい、時間がない。はい。もうちょい上かな。15秒。いやー、こんぐらいでいいのか。もう10秒だから打つしかない。ナイスショット。うわ、何これ、今の。何があった。何があった。全然望んでねえな、この結末は。多分負けだな。合ってるね、でも。ああ、やっぱりちょっと短かったか。1勝3敗か。だな。まあさっきの入れてもダメだったろうしな。
うわぁ。1勝3敗。1勝3敗。はぁ、次行きましょう。最初のアルバトロスだけ残して、あとはボツにしようかな。レッツゴー。これ次勝ったら2勝3敗か。パーフォー、さあ行きましょう。自分のやり方は間違ってないよね。大丈夫だよね。大丈夫でしょう。大丈夫かな。うおー、147。147か。おお、ほぼ負けかな。おっと、フェアウェイ、ギリフェアウェイ、ここで祝砲。完璧に勝つダロコン。はい、ということで完璧に負けそうですね。これで負けると1勝4敗か。おお、うまっ。入るぞこれ。入らなかった、行き過ぎた。あ、まだ勝ちの予想。え、そう、勝ちあるんじゃねと思ったけど、ないか。まあ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 、ここか。ナイスショット。うわー、いいですね。うん、よし、ナイスショット。あー、外してる。ダメか。バーディーチャンス。これはダメだった。一勝4敗か。今のなんでダメだったんだ。なんでダメだったんでしょう。もうちょっと強めに打った方が良かったかな。よし、やった。ああ。まあ、しょうがない。これはしょうがない。1勝4敗か。つまり、10回やって3回しか勝ててない。ですね。1回やって3回か。やっとウルトラショットが、マックスまでいった。あー、もうちょっとな。センスクラブもうちょっとな。はーい、お呼びですか。ということで、第3クォーター7敗を埋める作業をやっていきたいと思います。誰にしようかな。第3クォーター7敗を埋める作業、ついぞこれ。最初に5連勝して第4クォーターで 2連勝か3連勝すればいい。あー、ないな。あー、集中力がさっき消えたしな。始めます。あの感じだと集中力あるなしでも負けてたよな。
超パワーか。なんかここそこまででもないんだよな。予想してやるしかないだろうな。超パワーケースと普通ケースを見て予想してやるしかない。あ、勝った。これは勝ちました。じゃあちょっと無難に打っとくか。どうせ勝ちやしな。あー、超パワーでも、超パワーでもは、ええか？これやっぱ無理なんだな。いやー、まあ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 。これは勝ちだから、勝つためのショットを打つ。これは勝つためのショットだ。だが相手は絶対リタイアするから、勝つためのショット、それだけのこと。はい、とりあえず勝たせてもらいました。1勝目です。次の対戦に行きましょう。誰にしようかな。はい、次の対戦相手の方、どうぞどうぞお越しください。もりもりさん、ゆこさん、レッツゴー。いや、女性プレイヤーですかね。もりもりさん面白いですよね。結構つぼるんだよな。さあ、行きましょう。チャンスだな。まあチャンスで入るか。で、そこから持ってくると、よいしょよいしょ。まあまあまあ、向こうに持ってるんだな。ああ、これはもしかしたらうまくいかないかもしれないけど、まあ打つか。さあどうなる。外に外れてくれると助かる。 OK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  止まる、止まらない。まあいっか。さあ行きましょう。じゃあこれは狙い通りなので、これ以上は求めてないと。さっき1勝して次ですね。そうですね、ここでもし、まあ、まあそうですね、10勝10敗とかまあそんな感じで終わったら、動画のタイトル10勝10敗とか入れます。そしたら動画見てる人が最初クソ負けまくってて、全然勝ちそうにねえじゃねえかっていうところからの、まあ気持ちいい勝ちを見せられるかなと思うので。こいつはいかんで、うわー、これはやってしまった。まさかのダブルリタイア。いや、リタイアでしょ、これ。やっちゃうの？おー、すごい。やるのか。マジか。リタイアしないのか。
すごいな、偉いな。自分だったらリタイアするな。まだ勝てるかもしれない。そっか、3打目で入れればいいのか。そしたら勝つよね。すげえ、そこを見る。ナイスショット。あ、ちょっとこれはちょっとすごいぞ。すごいショットが生まれるかもしれない。生まれなかった。ナイスオー。でここで、あー、まあ自分の番か。じゃあじゃあじゃあ、いいよね、大丈夫だよね、入ってるよね。オッケー、じゃあ打とう。オッケー。あ、入ってない。うわー、外してる。あー、なんで外した。今のは2打だからね。ここでリタイアかな。お、最後までやる。最後までやるの偉いな。多分それじゃ届かないと思う。おお、なるほど、見せたな、最後の一発。すごいね、最後の一発見せたね、よく、はい、なかなか程度の低い戦いを繰り広げてしまった。2勝しました。すいません、なんか2勝じゃないけど、まあ2勝かな。飴とムチだな、これは。飴ですね、完全に。あの、飴ちゃんもらいました。続きやっていきましょう。3対戦目ですね。対戦相手の方、はい、トモさん、ミンゴルキャディ。トモさん、女性の可能性ある？わかんねえ。さあ、行きましょう。で、こうですね。こうか。で、この壁に張り付いてるのを引っぺがすと。あそこか。風がすごいな。風がすごいけど、そんなのお構いなしと。まあ、打っていく。もしかしたら入るか。そんなことはなかったと。まあ、いつものですね。でもさっき決められなかったからな。いや、決めてなんぼなんだよな。これ以上先はないか。いや、そこでいいのか。30秒。そこか、チャンス。グリーンに乗るんじゃないか。外に行かずに。ナイスショット。
どう？後ろ。そう。はあ、16.3。もしかしてこれ決めるとか？ある、ある、マジで。マジ、そんなことある？できんの？マジか。いや、狙ってるのか、狙ってるよな。ほうほうほう、そこで、そこ？そこ？へえ。いや、すごいショットを見るな。あー、それは無理だったか。うん、いいショット。はい、さっき外したからな。はい、よかったよかった、決められた。え、まあこれはちゃんとした勝ちかな。うん、まあこれで3勝ですね。次の試合行きましょう。4試合目ですね。第3クォーター4試合目。対戦相手の方。どなたでしょうか。レッツゴー。女性、女性かな。バースリー。いや、プロボックルっていうところからして女性かなという。うん、待ちますか。不戦勝でも勝ちは勝ちですけど、多分復帰するかなとは思いますけど、このそうですね、ここのホールではあの最初に打つ人と後に打つ人の差がないんですよね。だから別にあの今通信障害になってますけど、そのね、別に狙って切ってるとかはないと思うんですよね。あ、まあただここのコースが苦手だって言って切るパターンはあるかもしれない。それはうん、どうでしょうか。このまま終わると4勝することになりますね。どうなる、どうなる。あー、勝ちました。やったー。4連勝ですね。そうですね、41。お呼びですか。あと1時間29分。よし、第3クォーターの5試合目やりましょう。今のところ4勝してますけど、なんか勝った気分になってるのは1回だけですね。多分その記憶は間違ってないと。リュウさん、ミススネーク。リュウ、ミススネーク。男性かもしれない。いやー、しつこいな、ここのコース。チャンスでこれして、で遠いところから引っぺがすと、引っぺがして
これは風がまずいな。風がもしかしたらダメかもしれない。風の関係でもしかしたらダメかもしれない。この辺かな。行きますか。 OK。 外に出ないかもしれないですね。フチキンができないかもしれない。おー出ました。打てんのかなあれ。行きましょう。まあ出たは出ただな。無理やり出したっぽい感じもありますけど、ここ風向きがね結構難しいんですよね。下手してフェアウェイに残っちゃって、あフェアウェイに残すのかな。いやどちらかというと左に落としての方が楽だと思うんで、フェアウェイに残すのか。そこからどうなるんだ、その風向き。バンカーから狙っていくと、やっぱり自分の選択の方が正しかったですよね。こうなれば、おライジングショット、来所ですね。30秒、来所打てるのかって、ここは見ていきたい。決めたら拍手を出します。と思ったらグラグラしてますね。来所打つんでしょうね。来所ライジングショット見ましょう。おっ、うわー入らなかった。たらば、ここだね。打ちます。そうですね、これはまともな勝ちと言っていいかな。5連勝ですね。5連勝、なるほど。やったー、これで発症したのか。ちょっと待てよ。2勝3敗1勝4敗で5連勝なので、3+5 で8ですよね。で15、つまり8勝7敗です今。はい、皆さん、15戦、まあ、初めから15戦やることになってまして、第1クォーターが2勝3敗、第2クォーターが1勝4敗、で、第3クォーターで5連勝と。まあ、じゃあ次やれやってなるんですけど、6連勝見えてるやないかってなるんですけど、まあ、いいじゃないですか。そういった連勝のコーナーはまた別に設けるということで、まあいつになったらその連勝できるかもわかんないんですけど、とりあえず15戦の結果、8勝7敗という成績になりました。まあしょぼいんですけど226まで、そうですね、ポイントが
加算されました。これはですね1084ポイント今総計でありまして、プロになるにはあと、600ですね必要になるといったところです。今日のところは、このぐらいでやめておきたいなと思います。今8勝7敗なんで次5連戦してもし2勝3敗とかなっちゃったらまだまだギリギリセーフか、10勝10敗ですみたいな話にして終われるけど、まあ続きはいいでしょう。8勝7敗勝ち越し終わりということで、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。